みんなダイラタンシーって知ってる？スライムっぽい液体なんだけど、力を加えると硬くなる。で、力がなくなるとまた液体に戻る。そんな変なやつ。ドクターストーンではこれを使って銃弾を防いでいた。ってことで、そんなことができるのか検証していきます。今回は強度が弱そうな水風船で検証していきます。安全対策は忘れずに。じゃあまずはダイラタンシーを入れる前に普通の風船で検証。やっぱ見た目重視のエアガンだときつかったか。ということで今回も P99 で果たして何個割れるのか。OK、風船3つ。これがどこまで割れなくなるのか楽しみ。とその前に水風船でも検証してみた。記録1個。映画とかで弾丸を避けるために水中に潜るってのは結構いい選択肢かも。じゃあダイラタンシー行っていこう。めっちゃ簡単にできるからみんなも作ってみてね。小麦粉2に対して水1で混ぜる。そんだけ。できた。初めて作ったんですけど、これかなり面白いから作ってみて。終わったら料理とかに使ってね。我が家は大量の麻婆豆腐。ぐっと指を突き刺すと粉みたいなね、本当に片栗粉そのまんま水入れずにつっついている感じ。結構粉っぽくて硬い感じなんですが、ゆっくり入れるとこういう感じで普通に沈むっていうね。で、奥まで入れて握るとこういうね、なんか一時的に粉っぽくなる感じですね。うん、硬くなる。面白い。じゃあ風船に詰めていくよ。って全然つまらない。しょうがない。いろいろ試行錯誤して、結局ね、風船を膨らませた中にドレッシング入れみたいな感じのね、容器にダイラタンシーを入れて、ぎゅーっとね、なんか押し込んでいくっていうので、なんとか作りました。では、いよいよ、ダイラタンシーで銃弾は防げるのか？すげえ、ちゃんと弾が当たったところ、粉っぽくなって硬くなってる。で、玉ポローンって跳ね返ってる。いやー、ダイラタンシーすげえ。今日も楽しかった。じゃあまた。